がむしゃらにか。ちょっと懐かしくなっちまうな。あの頃俺もがむしゃらに走ってた。未来を疑うこともなく、一時的にでも俺が極真似をするからにはアニドルとして一から叩き直す。その覚悟はあるか？もちろんです。よろしくお願いします。そして翌日。それじゃあ早速始めるが、まずお前一色だっけか？おお、ラッシュのセンター一色トラオ、一色トラオだぜ。2回も言わなくていい。つうか昨日までの塩らしい敬語はどこ行ったんだよ。まあまあまあ、キュアマネになってくれたってことはもう仲間じゃねえか。仲良く行こうぜ。ほんと調子いいやつだな。まあいい、とりあえずお前は夜のバイトを辞めてコンテストまではアニドル活動に集中しろ。肉食動物は特に危険と隣り合わせだ。何かあって出場停止にでもなったら元も子もね。お、わかった、そうする。あとは全体的に荒削りだからもっと基礎力をつける必要がある。意識とそっちのミミズクのパフォーマンスはバランスいいが、基礎を磨けばさらに良くなるはずだ。そごうおさむです。わかりました。他の3人にはまだ表現力が足りねえな。まずそこのヤンキーみたいの。誰がヤンキーだこれ。黙って聞け。お前は音楽を楽しんでるのは伝わってくるが、それだけなんだよ。歌詞の意味をちゃんと理解しろ。偉そうに。チビウサギと白鳥も一緒だぞ。ただ歌って踊ればいいだけじゃない。アニドルは歌で表現するんだ。ウサギは一本調子だからもっと表情を磨け。白鳥は動きも声も小さい。まずはそこから改善したいところだが、どうしても無理なら感情を込めることだけでも頑張れ。感情を込める。はーい、頑張ります。そうしてコンテストまでの1週間、今までで一番濃い特訓の日々が始まった。最初は悪態をついていた勝利や綾太、戸惑っていた霞も徐々に力をつけていって。なんか歌詞の意味をしっかり考えるようになってから歌うのがもっと楽しくなった気がするな。みんなとずれてなければそれでいいと思ってたけど、僕が変化をつけると誰かが答えてくれる。それはまあまあ楽しいかも。勝利くんの曲も修くんの歌詞もすごく素敵だから、感情を込めることはできる。今までより怖い気持ちが少なくなったかもしれない。そうそう、その調子だ。あとは自分の限界を知れ。獣化する寸前で止めろ。ただしもし失敗して獣化しても俺がいる。怖がらずに力を使え。あ、分かった。キュアマネがいるってのはこんなに心強いもんなんだな。知らなかったぜ。安心して歌えるから、それだけパフォーマンスに集中できる。ありがたいな。この数日で一気に成長したな。自分で教えてるとはいえ正直驚きだ。こいつらには実力がある。だがこれくらいじゃまだプロの世界には到底及ばないだろうな。1週間後、いよいよコンテスト当日。カズミ、出場者一覧見せてくれよ。こら、腕引っ張るな。たく、俺もまだ見てねえんだぞ。ほら。サンキュー。ラッシュ、ラッシュ、あった。おっしゃー、ちゃんとエントリーされてるな。
そりゃそうだよ。おい、見終わったんなら貸せよ。やっぱいねえか。うん、なんか言ったか。別に何も言ってねえ。とうとう本番なんだな。燃えるぜ。カズオミ、ちゃんと見ててくれよ。一週間しごいてもらった成果、思いっきり出してくっから。当然だ。全力でやってこい。ところで、南條さんはどうしてこのコンテストを見に来ていたんですか。人探しだ。まあ、無駄足だったみたいだが。本当、どこに嫌がんだろうな、あの野郎は。